毛量が多い方がお団子をすると引き出した時にこんな感じでお団子の形が大きくなりませんか？それを今日は解消していきたいと思います。こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい、今日も始まりました美咲の部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、ということで今日は先ほども言ってたんですけど、毛量が多い方がお団子をした時にこうコンパクトにちょうどいいサイズ感を作る方法をやっていきたいと思います。はい、これ結構悩んでる方多いと思います。まあ多分そうやろね、はい、お客さんも結構多いもん。あ、そうですね、うん、バランスが難しいと言われる方が多いので、うん、今日はこちらを参考にしてやってみてほしいなと思います。はい、はい、それでは動画スタート。はい、はい、今日もモンバーヘアでお送りしていきたいと思います。まずこちらのバームをつけていきます。爪の方でつくように取って、毛量が多い人はこれを少しずつ繰り返して結構しっかりめになじませていきます。全体つけたらブラシで毛先から解いていきます。こうすることによって全体にバームが均等についていきます。このくらいツヤが出てれば OK です。髪の毛をサイドとバックで3等分に分けます。後ろの髪の毛を顎から延長線上になるように手ぐしでまとめていきます。まとめたらゴムで結んでお団子にしていきます。この時になるべく小さめなお団子を作ります。サイドの髪の毛を後ろに引きながらねじっていきます。お団子の下で交差させてもう一度ねじります。そしてお団子に巻きつけるように今度は上の方で交差して下に持っていきます。交差した髪の毛を結んでいきます。ここで表面にボリュームを出していきます。お団子を掴んで手でわしづかむように上に引き出していきます。だいたい1センチくらい引き出すといい感じです。ここからがポイントです。毛量が多い人は表面の部分だけを裂いていきます。こんな感じです。表面を1ミリ2ミリくらいの本当に少ない束でちょっとずつ裂いていきます。こうすることによってお団子にも少し空気感が出て量が少なく見えてバランスも良くなります。最後に残った毛先の部分をねじってお団子に巻きつけてクリップのヘアアクセで留めていきます。これで首を軽く振ってずれなければ完成です。髪の毛の多い方はちょっと表面だけを取って、で、まあ髪の毛の量が少ないというかボリュームが出したい方は結構毛束を多く取ったりとかすると結構ねバランスよく決まるかなと思いますので、はい、このね今日もタートルネック、はい、JW アンダーソンで着てますけど、はい、言えてましたけどね、あの、はい、多分ねこういうタートルネックにも合うとか、はい、マフラーにも合う、お団子アレンジになってますので、よかったら参考にしてみてください。はい、はい、この動画よかったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。はい。バイバイ。